中柴正幸は、日本の政治家。岩出町議を経て、岩出町長、岩出市長を務める。1943年6月20日、和歌山県長郡岩出町府などに生まれる。関西学院大学小学部卒業。水間鉄道常務を経て、1993年に岩出町議会議員に初当選した。1996年7月3日付で、 丁議を辞職した。同月6日に岩出町長選挙への立候補を正式に表明した。同年9月22日、自民党の推薦を得て立候補し、新進党、公明推薦の現職を破って初当選した。2008年9月28日に、市政施行後初の岩出市長選挙が行われ、全岩出市議会議員の新人と共産党公認の新人を破って、 通算4000を果たした。当日有権者数39,236人、最終投票率 46.98%2012 年9月30日、元岩出市議会議員の新人を破って通算5000を果たした。当日有権者数41,321人、最終投票率3 5 0 4二千十六年十月二日、 前回破った新人を再び破って通算6000を果たした。当日有権者数43,142人、最終投票率 36.41%2020 年9月27日、無投票で通算7000を果たした。ありがとうございます。